最初階段続いてる。まあ階段は俺もでも運動してないからな、ジム行ってたけど、俺もコロナにかかってから運動してないからめっちゃきつかったよこの前来た時。これは確かにやめる。まあでもここ階段あるから大したことないよ。まあ、久しいなこういう山。普通に怖えやん。ああ。こういう感じ。こういう感じがずっと続く。あ、なるほどね。あ、なるほど。こういう山道みたいな。なるほどね。なるほどね。この、ここはちゃんと階段で道整備されてるから、ここ一番まだちょろいよ。途中、まだちょろいんだ。途中ちょっとなんかだるくなる。はいはいはい。はいはい、なるほど。なるほどね、はいはい。俺のランプちょっと暗いな。二人のに比べたら。はい、これ2時間。これ2時間。なるほど。はいはいはい。はい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 。やめる？俺は電波悪いわ。やめる？お、いやどうするこれ。いやいや、俺はウイスキーの薬飲んだ。なんでなんで。いや、俺お前に任せるわ。じゃあこの階段登り切ったら決めよう。じゃあ。まだ全然いいから引き返してもいい。おい、やば、こんなもんじゃねえよ、しきお前。お前階段あれやってマジだよ、これ、ほんとに。マジで？普通は階段見たから。きついよね、これ。こんな。あれがないんだから。いや俺ももう汗だくで思ったもん。普通にきついよなこれ。中高生の高速じゃねえんだ。見えんのこれカメラ。多分一瞬配信止まったりする。映像途切れて。なんかこれさ、一番前さ歩いてると怖いんだけど、どんどんオンエアの声が遠くなってっからさ。でも俺が行きますよ一番前。振り向いた時にいなくなってねえか心配なんだけど。マジでこれちょうどあのカメラの課題もあるからその前行きますよ。いや怖い怖い。いや前行かせるのちょっと怖い。先生俺キャンパーの血流れてるんで。オッケー。ちょ、いやでもちょっと待って、前行かせるの怖いわ。大丈夫です大丈夫。お前さグラサンもね外しちゃっていいから。オッケー、気をつけて。振り向いたら映っちゃうかも。うわ、ついてこいよ俺に。どうよこの完全な山道へ。まあ、高尾山って感じだな。おい、いきなり足今ちょっとひねってんじゃん。めっちゃ俺息切れてる。どのぐらいした高尾山っていうのは。階段登り切ってから決めよう。もう、うん、正直な体力残り、じゃあやめるの判断するから俺が。体力何パーセントぐらい使ったか教えて。オッケーっす。危ねえ。エーペックスと同じ。こんなんできやがったらマジでやめろ、俺ねえや。おお、強いね。そんぐらいってやった。はいはい。ちょっと早いかな、このテンポが。結構高いから。足元マジちゃんと見てね。あ、もちろんもちろんもちろん。この辺は大丈夫だけど。正直もう60パー使った。だせえな、お前。平治さんすいませんね、本当に。うちの、三人の吉川が、あまりに助けない。そう見て。あら。全然全然やってる。待ってこれ。ああ、吉永隊員大丈夫か。かって山に失礼いたします。これね、鈴木さん無理っすねこれね。西五郎行こう。情けない。いや絶対無理してるって。もうなんで息切れないの。それは好き。山登りと血が流れてるからね。見とけよお前、こんぐらいいけるんじゃない。山登りや、やばいやばいやばいっていう感じ。え、でも1ゴロもおもろいよ多分。マジですか。うん、1ゴロ行こう。危ないって。1ゴロ行こう。よし、キー君。まあ山登り初心者なんで1ゴロ行こう。いやこれマジ舐めてたわ。山登りなんて余裕だと思ってた。いや、よしね、これ、うん、マジ優しい方だよ。ここはやっぱこんな山じゃない。降りる方がこれきついな、ほぼこの道でしょ。うん、2日に1回来ようかな俺、こいしょ。あ、マジでいい運動になんじゃない。いやいや、RTA でしょ、これね。高尾山、1号路じゃない方が RTA。 危ねえ、ここ注意、足元。正面のランプが人に見える。山だからな。お前無理の方がいいわ。うん、素直に。今なら俺もうあれよ、ここスマホイージイジしながら行けるよ俺。マジで。素直に降りようぜ。スマホイージイジしながら行きたいね、この関さんね。
俺ね、前回ね、これ言ったらちょっと怒られるかもしれないけど、この手で一つはスマホ持って配信して、もう一つライトでこうやって銃構えるみたいに、バイオハザードみたいにメタルギアのハンドガン照らして歩くみたいなやつだよ、登ってたよ。あれでね、クロスして。これもう八ヶ岳よ、それ。それ最後まで言ったよ、俺。いや、これは勇気のギブだよ。これだって2時間続くから。そう。すごいね。ここで疲れたらもうちょうどいいわ。あの稲荷不思議神社の俺なんだよ。マジで。いや、あれじゃないの。千本鳥。あれめちゃくちゃ鳥あるんですよ。そう、あそここんなもんじゃないよ。あれ登るんだ、これ行けるとこだよ。でも、普通に年老いたわ。うぅ。帰ってきた。よし、根性だよ。ちょ、この辺段差変わるから注意。あ、ちょっと注意。体勢まだないから、絶対今日、そう経験して、あ、次はいけるなってなってる。まだこれ味わったら、1ゴール余裕だって。無理だって行こう。マジで1ゴール本当にピクニックだから。あっちあったかいわ、今日。はい、下山完了。ちょっと俺ヘッドライト直す。ああ、気持ちいい、空気がうめえわ。山道登りたかったな。山道登りたかったな。よく言う 70% とか言ったくせに。太ももの筋肉が表面してる山と。あ、そう。うん。でもお前苦しいから。まあしょうがない。無理するもんじゃない。ちょっとカメラ置くよ、こっち。お前70%使ったって。7%。よし、無理するもんじゃねえから、そういうのは。大事なのは全員ね、無事に怪我なく帰ることだから。いいのかね。そうそうそう。ただ俺はマジで行きたかったけどね、山頂まで2時間かからん。俺のペースだったら45分。あ、そう、うん、でもよし、お前のためなんだ。お前はそれで怪我して嫌な思いしたらしょうがないから。俺の登山終わったもん。いやいや、大丈夫、まだこんなのいずれいや、でも舐めてたな、山登り。舐めてた。びっくりした。逆に関さんの体力にびっくり。これ登ったんだっていう2時間で。確かに。やば。登れたんだ俺。うわ、ビビったマジ。走りたかったな。でも俺50歩ぐらいで俺本当に息上がっちゃった。走りてえな。こっから。ジョニアだけ山道走ってきたよ。全然多分タイミング合うわ。あ、本当に？うん。ちょっと山でもなんでもない。うん、ただの道路よ。ただの道路。力マジただの道路だよ。俺山道登りタイヤしたらただの道路登ることになっちゃったんだ。ああ、でも雰囲気はある。ああ。一般車両。車は渡れるからね。車登ってくよ。一般じゃない、片木じゃない車両は。片木じゃない。片木じゃない車両は登ってく。ああ、テレビとか。多分上の店とかのあれじゃない。人じゃない。じゃあ、景色直していくか。うぃっす。1号路ここまで一応1号の入り口あたりです。あそこ入り口、封鎖されたとこ。車止めが今閉まってる。だったらライトは必要ないんだ。いや、暗い。一応暗いですよ。光ない、途中までは。合間合間に光がある感じ。はい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 。降りた時に俺は渡ったよ、こう。ただ傾斜はさっきと同じぐらいだから、下りは結構きついかも。登りたも余裕だよ。下りはきついんすか。下り走んないときつい。走んないときつい。下りまずスピードが止まんないってやつですか。いや、膝に負担かかるじゃん、やっぱ坂道って。こんな感じよ、こんな感じ。さっきの、みんなライト持ってきてない。結構山でもライト、あっち側一人登って結構怖いっすよね。そうさ、鬼谷君さ、あの怪談話って配信で話したの。俺の質問やっぱあるんですかね。ちょっとね、はしょって、ちょっと静かになってじゃん。いいよ別に。昔ちょっとこう、まあ、京都に行ったことあるんですけど、あれがまだ僕は二十歳になる年ですね。人間なかなか二十歳までに霊感を経験すると、まあ、その後も経験すると言われていて、まあ、友人と夜行ったんですけど、まあ、知恩院っていう、はいはいはい、お寺のホテル泊まったんですよね、はい、今こうお寺もホテルを経営する時代で、はい、でまあ2人でこう友人に泊まって、まあ、男同士2人こう部屋で一杯交わしながら行くわけですよね。
乾杯ってしながら、はいはい、本当にこういうお店ですよ。こういうベンチあたりで2人で、うん、ベンチしながらお前どうすると、まあちょっとこう飲み歩きながら行って、まあでもなんかな、せっかく小山市いるしと、もうちょっとなんか派手にいろんなこと行くかと、中央に行ったり他のホテル行ったりして、まあこうやんちゃに食事するわけですよ。だいぶね、2人もいい感じにそろそろ戻るかと。ちょうどあれは清宮小太郎くんがね甲子園いる時の年なんですけど、そのまんまホテルに帰ってね、ふっとテレビ開いて、おー清宮打ったかと、急にですよ、はい、マウシテレビの音量がすげえこっち向きながら喋る、めっちゃめっちゃ楽しいんだけど、じゃマジこっち向きながら話さなくていいよ、前照らして、ちょ前照らして、今お前音量大きくしたテレビだよ、ちょめっちゃ眩しいよって、いやいやいやこっち向いて話すよ、ね、マジかと。まあじゃあいいやと、テレビ消して、あ次カシャッ、カメラ音が鳴ったんですよ、カシャッと急に、はい、今お前スマホいじった、はい、いじってない、どういうことだ、ちょっと怖くなってきた、その瞬間トイレのロックコンコンコンってなった、ちょ眩しいってこっち向かなくていいって、なんでちょ前照らしてよ、なんで今ロックなったの、なんでこっち見ながら話すの、その瞬間に、はい、ゾゾゾッとして、この場所はおかしい、はい、一旦と水でも飲んでリフレッシュしようかと、で冷蔵庫パカッてあげたら、まあ、ホテルの冷蔵庫ね、お寺の中央院ホテルなんですけど、はい、まあ、こう小さい冷蔵庫敷居があるんですよね、お水が入ってる、はいはいはい、敷居水縦に全部ババーンと割れたんですよ、うわえ、なんでそんな瓦張りみたいに割れるんだと、はい、いやもうおかしいこの部屋はと、もうさっさと寝ようと布団を引こうとしたその瞬間、おいなんで二人部屋なのにベッド掛け布団の敷布団三つあるんだと、おかしい出よう、鳥肌止まらず、そのままね、はい、祇園周辺の方まで戻って、怖いまま一夜明け、もうちょっとここのホテル怖かったなと、一体何だったんだろうかで帰って気づいた、友人から言われたんだな、おい俺のばあちゃんのね、実はこの前四十九日でお前と京都行ったんだけど、そのばあちゃんの祀られているお寺が知恩院でした、お前それお前のばあちゃんが来たんじゃないかと、それが判明して、それがちょうど20歳の時ですね、知恩院で起きた、まあ、怪奇現象のお話と、あやっぱりねそういう、まあ、身内親族のそういう、まあ、冠婚葬祭っていうんですか、そういう時はねもうしっかりその身内はねはしゃがず暴れずしっかり行って、こうねあの世と言いますか、三途の川渡れていくように祈っておいた方がいいんじゃないかと、あれが僕の心霊体験でしたね、ブレーキ出してこれさマジな話、上で絶対休憩してた方がいいと思うんだよな、寝袋持ってこいって言ったのが、あの本当に上りに体力6割使って下りに4割使うよ、だから 40% 残しておかないといけない、いや俺も 90%、95% 使いましたけど、あだから多分上でちょっと休んだ方がいいと思うよマジで、寝袋で下りに使うっていうのがなんか信じらんねえわ、まあ、もう本当に下手したら下りの方がきついかもしんない、一瞬でやめてろ、だから無理せず行こう下りは、日の出で登ってもいいかもしれない、どうしますか、あ、こっちだ山頂、薬王院を得て山頂に至る、薬王院が喜んで、吉野くん山頂30分残り、嘘だすごい、いやここはマジで90分かかるって言われてるとこ30分だから割とあとする、え、マジすごい屋敷、本当にちょっと希望見えてきたから、楽な道行こうか、多分書いてあるからちょっと見てくるわ、俺マジ体力まだ 80% 残ってるわ、この前山登ったから強くなった、これ電波つながってる、あーもうここら辺強いね、すいませんね、ちょっと最初がね電波弱いんですよ、この道最初だけすげえ電波つながってんすよ、つながってますね、回線大丈夫だね、上に行けば行くほど電波強いんだけどね、なんかねでもマジで頂上の1個手前めっちゃ電波悪くなるから、あと道もめっちゃきつくなるよ、
最後だけ。急にきつくなるから注意。走るか。走んないけど。俺ガチで最初の15分でもう帰ろうと思った本当に。ガチで。あっちの階段ルート。そう。階段ルート結構やばかったっすねあれ。ね、最初の傾斜でも心折れちゃって、うん、正直ここにいることが信じられない。結構今テンポ感分かってきたというかさ、うん、あの自分の楽なペース分かってきた。そうね、なんか足を大股で歩いた方がいいんだなって思った、うん、あ多分分かんないけど俺足短いからなんか大股の方がやりやすい。今はまあ山を感じてるんだよ、うん、体適応してるよ。みたらし団子買ってく。ありえ、これ買えんの。買えますか。買うか。買えないでしょ。店員さんいるじゃん。いるよ。いるじゃん。え、天才。え、二人とも霊感ある。いるじゃん普通に。ちょっとじゃあキノコ汁1個と年賀食います。あ、いいね。欲しい俺。甘酒あるからよし行く。いや俺いいよ。いい。あ、俺霊見えないし。え、まあ、見えてないよ今。見えてない。関さん。見えてないって。偽物じゃない。だからなんで見えない俺偽物なの。なんか元気すぎませんかさっきと比べてやけに。うんね。元気じゃねえ。あの新卒もう、もう無理だ。もう俺は中腹で帰るって。そうそうそう。いたとこが今笑顔で。だいぶ余裕あるよね。え、だって半分まで来たっつうから。あと30分だって。取り憑かれた人間やっぱあるらしくて、疲れ飛んじゃってハイになっちゃってもう疲れないみたいな。今ランナーズハイだよ。よし。クライマーズハイな、ちなみに。行こうか。クライマーズな、ランナーじゃなくて。連れてかれる。多分こっちかな。大丈夫？いや今クライマーズハイだから大丈夫。うん、余裕よ。かったね。でもマジで向こうの道これの 1.5 倍きついよ。よかった。こっちで本当によかった。こっちでヒーヒーってのも向こう結構あれ確かにきつい。柔らかい、うん、もう深呼吸しながら。下り坂はちょっと心配になっちゃう。だって下りがあるってことは登るってことじゃん。すごいでしょ。これ何？この山に、うん、あの応援してますよっていう。死んだ人とかじゃないの？失礼だ。いや、いわゆるあれよ、山のサブスクみたいな。そうだ、ね、あー、みたいだね。高尾山のサブスクしてる。多分そうだね。あ、そうなんだ。応援してますよって。昔なんか亡くなられた方とかじゃないんだ。まあ中にいるかもしれないけど、なんかお偉いさんとかさ、古墳的な。古墳的なら時代かな。なんか苗を収めたみたいなこと書いてあったね今。そうですね、その樹木の。すごい。じゃあ俺らもできると思う。そう。マジで。それを今ヨシキは死人呼ばわりしてる。とんでもないよお前。こんな山のシステムかと思うじゃん。ど真ん中神様がね、卑弥呼みたいなね、いるとこで、うん、神様のお手伝いしてる人を死人っつってるんだよ、うん、ちょっとなんか悪かったって。ヒデシ怖いから右端張るこう。右端張るこう。ちょっと怖いわ。フラッと来てさ、そこ降りてったらもう死ぬよ。ちょマジでやめよう。フラフラってやめろ。マジでやめろ。消えるっていう。お前みたいなやつが先に死ぬんだよ。あはいやいや怖えわ。なんかちゃんとあの地元の神を お参りしてるから。あ、そうなの。守ってくれてる。お前好きだもんね。フラ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 。おいマジでやめろ。やめろ。笑えん。おしゃれなんだよね。トラウマになるわ。お前が神人なんだ。わあ、街が見える。すげえ綺麗。綺麗、本当に綺麗。こんなに登ったんだ。そうだよ。ちょっと木が邪魔だな。でも頂上行ったらもっと見える。いいね。さっきのが見晴らしよかったな。こんにちは。綺麗な街だ。そうだね。八王子です。わっ、これまたすげえ。これ何？え、こっちなんですか？お寺だ。あ、どうだっけな。ちょっと待って。高尾山の神様。うわ、あ、でもここ多分通るんだと思う。マジか、神秘的。なんかお寺ゾーンある。お寺ゾーン通って俺帰ったこの前。鳥居の前で一礼取るんだよ。これから鳥居の前で京都来たみたいだ。しっかり降りますか。ん、ちょっと待って、こんな位置、あれ俺こんな位置通ったっけ。待って、真ん中神様が通るので左側がいいってこと。左側そうなの。はい、左側で。ああ、神社とかでよくやってる。ちょっと待って、こんな人通ったっけな。あれ、あ、通った通った、ここだ、ここだ、思い出した思い出した。え、これ関さんのなんとかルートでもここ通るんですか。あ、違う、帰り通った。ああ、なるほど。俺が来たらここ電気ついてたわ、前は。あれ、ちょっと待って、こんなんちょっと特殊な人ですね。はいはいはい、ここだ。うわ、
のなんか神社とはまた少し違うというか、なんか有名なとこなんじゃない。よしきの自然と前半が生えてるじゃん。これよしきなんかお前の中でもなんかいるんだよ今。俺は神信じてねえんだよ。自然って今お前真ん中歩いてるから体が寄ってるんだよ、霊感が。うるせえなスピリチュアル野郎。これ霊道っていう方に関さん。まあでもいいんじゃない、神なんだったら。自分の目で見たことしか信じれんね俺は。神をも踏むか。神をも踏む。バルハラの先に行くんだな。何言ってんだよマジ。すげえ料理があります。関さんこの先今食えないよ。今これまたすごいや、綺麗。もう木見るたんびに反応してくれるんだな。すごいよ。すげえよ。もうだってさっきさ、死にそうになりながらさ、ずっと喋ってたじゃん、配信つけてる時。配信切れましたよ。そう。鎌倉時代。プロ意識やべえよ、マジで。俺ね、間違いなく通ったんよ、この道。俺多分気づかずに僧侶専用の道通っちゃったかも。この上から来たの気がする。言うた無礼を働いて神様に。それゆえに今道がなくなったから。多分ここ、多分ここ。今俺らよしきも関さんも神に無礼を働いたから。でも関さん大丈夫？やばかったら引き戻せばいい。これ奉納ってありますよ。やばい。奉納先。だから道合ってるんですかね。行きます？奉納ってあるから気づかな。いや、俺通ったよこの道。登る道にはなってますけど。どうかな。20分、こっち。合ってます？これである。これ通れな、通れるんですかこれ。え、山頂20分、マジで？あ、本当だ本当だ。いや、これは復活してきた俺。ただ、この先通り抜ける。迂回してくださいだって。まっすぐ行って右ってことですかね。そうだね、階段登ったからすぐ左じゃない？あ、でもなんか進んだから、これ立派な建築だな。ね、うん、俺寺とか好きなんだよね。あれ、高尾山って声がでかい。どう建築的には声がね、北条、北条でしたっけ。でかいんですよね。多分北条一族じゃない。何、北条一族って例えば誰。あ、天狗だ。まあ、知らねえよ。天狗ですよ。天狗だ、天狗。あ、天狗だ。そう、天狗がいると言われてますからね、高尾山には。お邪魔します。これ天狗って悪い妖怪じゃないの。いやいやいや、悪い、良い悪いを超越してるよ天狗は。深いな。神聖なものですよね。ガンズだったら動いてるよ今。あ、ここ通った、ここ通った俺。お、マジっすか。うん、こっちだ。いや、いいっすね、なんかね。いやー、空気も美味しいし、本当に京都みたいだな。なんか疲れも取れてきた俺。縁結びもあるよ。縁結び、ご縁があったり。縁結びってあれだよね、なんかいい出会いがあって、そう悪い出会いが来てますよみたいな。そうでもそれなんか前友達が言ってたけど全然切れてなかった。お、まあやっぱりね、そういうのは、そうそう、行いとか。喜べ、そすごい声やつ。喜べこの階段を。あ、喜べ。噂をすれば最悪だ。よし、山喜べ。やっと最悪まで。山登りのメインディッシュが来たんじゃないですかこれ。喜べ。足元注意。さあ、後ろ向きるんだ、してくん、頑張って。頑張って。おっと、どうぞ。これショートカットだよ、これ見て。ショートカット。これショートカット。エルデンリングじゃんこれ。これちょっと、これズルじゃない、横の道。いや路肩走行滑らないように。いや、これズルだよ、これダメ。こんなんで山を登ったと言ってはいけない。ズルだって、マジズルだって。神を踏むし、山登り無視するし、踏みにじってる。ズルとか言ってらんないから。ちょっと、この段差結構、この階段結構きつい。なんか、うわうわ、何この暗闇。やばい。ちょっとみんな左側行こう。右落ちたら死ぬ。よし、右左から滑るから注意な。よいしょ。降りちまったよ。あと20分ですよ、関さん。俺は余裕だよ。余裕だ。俺はマジで余裕だよ。余裕だ。頑張れ、もうちょい。もうここまで来たんだから。頑張れ。
ここ水溜まりあるから気をつけて。その先、その絶景がここにある。その水溜まりあるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、サスケセカンドステージよ。しっかり越えて、はい、ジャンプ、そうそうそう、越えて、また神の、あ、なんか空気変わってきた。またね、スタンド神聖な空気に、はあ、なんか頂上の空気感じる、感じる。反応してますよ。あ、来たなこれ。タクシー呼んで、これねえよこんなとこ。マジウームに訴えますわ、これ。何を訴えんだよ。ダメだ、これ。ウームのやつらも登れんから。登ったらお前たち。段差がもう30センチぐらいあるんだよ。これ40センチだね。40センチ。はい、行くな。はい、頑張れ。明快にいくと言われています。数えるな、数えるな。頑張れ。お前今明快に行くから、知ります。数えてないよ。もうちょっとだよ。はい、登って。いいよ。頑張れ。うまいね、空気やばいぞ。明快行くな。あと何分。やっと関さん、これね、感動らしいじゃん、これ。ちなみに、うん、あの山頂20分とか30分とか全部嘘だね。うん、いや、嘘？うん。あれ全部よし、こっから本番よ。な、言わないでほしかった。はい、道見て、道。あれは体力があれば30分だからね。あ、そうなんだ。気をつけて、左側歩こう、左側。右俺、危ないよ。俺、転げ落ちてったらさ、もう助けられないよ。吉川だーって。おーい、大丈夫かよしき、これぐらいの高さから人間落ちて、死なねえから、うん、やめろ。おい。結構ハイになってる。うわ、足がね、でもね、実際ね、年取ると段差の高い階段きつい、足が上がらないから。あれ、これね、マジな話ね、残り3割ぐらいが一番きついっす。この道からがマジで一番きつい。本当にきつい。坂道がやばい。階段ダッシュだね。はい、1段、2段、はい、3段、左側歩こう、左側。暗いな、これ。左側歩こう、一番大丈夫か。え、暗、怖っ。疲れんだ。じゃあ、お前、死ぬしかねえわ。死ぬしかねえわ。よし、見とけ、ここから。で、後輩、ジャンプで来るっていう。何の動き？はい、どう？虫も100匹ぐらい食った。何だろう、今もう反応してる。段差注意。やばこれ、もう反応、もう反応なら答えが出ると思うよ。段差注意。あの、当てのスリムが出るね。すげえ、リオレですね。お前、そんなのわかんないのか、お前。ここも階段。さあ、よしき、山頂。おめでとう。山頂だ。まだ。うーわ、何これ、怖いよ。ここからお猿さん注意ですね。猿いるらしいよ。うん、あー、すごい。さあ、この高くないんだ、ここで。ちょっと早歩きの方がいいと思う、正直、下り坂は。ね、こんぐらい、うん、これが一番長いと思う。全部ね、これ耐えて歩くのね、膝にダメージがやばい。ちょっと流した方がいいよ、これ。思った以上にね、せいさん。うん。サングラスしてると前見えないんだね、これね。俺、前しか映さないから、外していいよ。ここ危ないから。うん。ここはね、抜けたいな、俺、これ。なんでだよ。何のこだわりだ。このやっぱり少し暗さが神聖なんですよ、また。いや、危ない、危ない。危ないって。より空気が。じゃあ、左側歩いて。多分右側危ないから。おい、やめろ、マジで。マジでやめろ。危ないって。ここであれしません？体力測定。チキさん。ダメ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 。ダメダメダメ。チキさん。ダメ、俺は体力余裕ある。ダメダメダメ。50メートルぞ。ちょっと待って。最後。俺の後ろ歩きな。俺の後ろ歩きな、マジで。暗いから危ない。それしたらいいんじゃないですか、一個。階段だよ、階段。あ、これすごいね。階段。なんで下らせんの、これ。これね、山の下なんだよ。なんで、
人間は、その人間って常に上がり続けるわけじゃないんだよ、はいはいはい、これ山道と同じで、なんで下ったり人間落ちたりすることがあるか、登るため。なんで人間は、その人間って常に上がり続けるわけじゃないんだよ、はいはいはい、これ山道と同じで、なんで下ったり人間落ちたりすることがあるか、登るため。そういうこと、見て、これを見て、そういうこと、そう、登るため頑張れ、マジで落ちて、登りがあるきついよ、これ。そういうこと、結構な坂よ、もうこれ人生よ、よし、そう、ここ行ってた、ほら、山頂、はい、トップオブマウント高尾。え、着いた、もうちょい、もうちょい、もうちょい、ほんと、もうちょい、たまあと1キロぐらい、うん、もうちょいだよ、もう本当にもうこのまますぐだよ、確か、このまま、あ、そうです、そうです、もう橋結構見させてもらってます。あー、ありがとうございます、すげえ、こんなところに、こんなところにあると思います。また山登りですか、なんか前回危険な目で登ってます。今日3人なんで、はい、余裕です。まあ、1人死にそうですけど。いやでも俺も疲れた、もうちょいですよね、これ山頂。あー、ちょっと登っちゃうじゃん、これ多分結構山見え、見えてる、マジですか、あちぃ、もしよければ1枚で行ってもらって、あー、いいですよ、申し訳ない、気をつけて、お気をつけて、おやすみなさい、お疲れ様です。あ、ミサイルよしき、変わらん、これでしょ、変わらんねん、キンキンに冷えじまう。このミサイルうまいよ、これでしょ。うおー、見えてきた4号路、これ見てよ、この4号路の警告マーク、落下マークあるからね、あれ、エーペックスで落下しちゃうけど、アイコンよ、はい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 、多分マジで危ない道、4号路、俺行ったことない、怖い、夜行っちゃいけないと思う、ゲームとリアルは違うと思った。そう、エイペックスは落下ダメージねえけど現実はあるんだ。そうなよね、うん、来たー、さあ到着、よしき、マジで、もうそこ、つけましょう、もうそこ、さあ見えてくるよ、ここから、もうあと1分、水すぎ、もちもちもち、坂やばいでしょ、これがいい、頑張れ、はい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 、おじ、見てこの景色、絶景の、見えた、あれ山頂です、これ、俺が一番だ、俺が、俺じゃ、俺だよ、あー、見た、よっしゃ、負けた、あー、着いた、ハカオマウンテン、やば、人いんのに、あー、お疲れっす、お疲れっす、あー、着いた、